じゃあちょっとここに寝床をさっきこさえようと思いまして、はいはいはい、子供はもうすぐ寝ちゃうんで、なるほど、寝てたら寝てたでええやないですか、うん、なのでちょっと先に寝床をここに作りましょう。なるほど、そういうことなのね、はい、ということで、はいはいはい、いかにもそうだ、いいね、それちょっと役に立つよ今回毎回役に立ってないですか、ね、今回役に立つわ今回のハピキャンは品川庄司、庄司さん、キャンプ芸人グッピー梢さんと楽しむ冬キャンプ。めっちゃ暖かいです。あったけ、あ、本当だ。エコでおしゃれな回路作りから始まり、基地となるテント設営まで終えた一行、これで完成でございます。ここからは寒い冬に快適な寝床作りを教わります。じゃああっちに寝床グッズが入ってるので、はい、寝床グッズもあんの？寝床グッズが、ていうか車かっこいいな、これかっこいいね、まだ色がいいんだよ、色が違う気がするんだけど、まずはこれですね。これいいですよ。寝床グッズ見えないけど何？これがなんか新しく出たボックスなんですけど。可愛いもん。だって何これ？でこれ中にその寝床グッズちょっと入ってるんですけど、はい、結構入れれて、はい、あのこの上が840キロまで大丈夫なんです。だって嘘つけ。840ってすごい。だってほぼ1トンだぞ840って、うん。そうだよ。840までいける。840ってすごいんだよ。正直どうやって840を上に乗せるのかちょっと分かんないですけど。そっちの方が難しいよ。だからもう誰が座っても大丈夫ってことだね。840キロの人いないから。はい、そうで、この上に私キャンプ行くとき荷物乗せるときあるんですけど、おうおう、はいはい、その時とかにこの上に乗って、なるほど、なるほど、踏み台みたいな、ね、でもさ、プラスチックだよ。なんでなんですかね。なんでそんな頑丈できちゃうの。ほら、別に乗ったら、はい、プラスチックの柔らかい感じあんだよ。あれ、それがなんか逆にいいらしいんですよ。いや、ちょっと怖いよ。確かに難しいんだろうね。ウニってなってません？ちょっと。なってる。それがこう、あ、なって吸収するんだ。吸収する、硬かったら割れやすいんですけど、このプニーンってなってるのが良くて、なんだよ今日なんか揚げ物とか入れよかった ね、そういう人を呼ぶべきだったよ。そのためだけにそれでも200キロとかなのね。赤津呼べばよかったです。赤津じゃダメだよ。赤津軽いから100キロしかない。必要なアイテムをテントの中に運んだら寝床作りスタートです。どう作ります？こう作ります？こう作ります？こう、こうだ、こう縦に行きましょうか。はい、じゃあちょっとそちらに行きます。はいはいはい、まずこれマットで、あー、これね、登山の時に、ね、はい、使うやつですね。あ、何の時？登山。あ、そう。この上に立っただけで足の裏もなんかちょっと暖かいんだね。そうなんです。これね、めっちゃすごいんがね、こっちが銀じゃないですか、こっちが黄色じゃないですか。こう夏は これがね、体温吸収するんで、うん、今多分体温で跳ね返って暖かいみたいな、うん、なるほどね。夏は下が暑くなるんで、こう後ろ向けるっていう。逆なのね。逆に向ける。夏はこっちなんだ。はい。じゃあ冬はこっちでいいんだ。冬はこっちでいいんですよ。で、電気毛布がその中に入ってると思うので、はいはい、電気毛布、はい、今日は電源サイトなんですよ。電源サイト、はい、冬キャンプって、うん、やっぱさっきも言ったように底冷えが寒いじゃないですか。おうおうおう、で電源サイトだと、うん、こう電気引っ張ってきて、おうおう、はいはい、電気毛布がいけるので。どこにコンセントってあるの？そう、電気って何なの？どこにあるの？そんないきなりコンセント出されても。あ、そこにあります。あった。ここにあります？引っ張ってくるんですね。 あるんだ、はい、だからこっから。どっから？結構サイトの端の方にあることが多いです。あ、今そういうの多いの？キャンプ場って、はい、はい、ここから引っ張っていって、これは持ってこなきゃダメだよね。それは、はい、持ってこないと。あ、そっか。それは何？ここのじゃなくて自分で持ってくるもんなんだ。あ、そう、そうなの。だけど、まあ、貸し出しとかもあるのかな。これちょっと業務用系なんですけど、普通の長い、あ、別にそうか、延長コードあるのね。はい、延長コードとか何メートルとかあれば、はい、こう入れてもらって、多分これも今日にしますね。うん、あ、この音が楽しいだろうな、グッピーさんの子供は。
いいだろうな、そりゃこんな弾いてくれてねえ、うん、思いますか。子供もキャンプ好きなんで。電気毛布を敷いた後はで、次がこれを引きます。これはい、これが封筒型のコールマンのシュラフなんですけど、うん、封筒型、はい、封筒ね、封筒っていうのはこれ結構有名っていうかあれですよね。そうなの。これ封筒型ってほんまに封筒封筒みたいになってるでしょ、はい、なってて平べったいんだ。繋いでるんです。これ2個を繋いでるんです。これチャックの夏物を2つ、はい、を封筒型のシュラフで一つずつ使うこともできますし、これ二つ繋いで、はい、子供と二人で寝ることもできます。親子でね、はい、これ寝るなんて楽しいな、この中で。はい、でどっちが頭にし、こっち頭にでいいですか、こっちの方がいいですか ね、どっちでもいいけど頭、うん、はい、頭いいじゃないですか、はい、頭そっちにするとしたらそっちで行ってもらって、うん、こうやって入るってことでしょ、子供が、ね、はい、そうです、はい、寝袋みたいにできるのよ。めちゃめちゃあったかいんじゃないですか。こういうのいい、楽しいだろうな。これを次もう一回、これもダウンシュラフなんですけど、うん、これもシュラフなんですけど、すごいあったかいじゃん。もう上にこれこのままクッションとして使うこともできるやつで、ね、それをそのまま上にもう一個かぶせますね。もうやっぱりなんかやっぱそういう2歳ぐらいの子おったら薪ストーブとかまだ熱いっていうのとかわかんないんで、はいはい、うん、もうどうやって暖を取るかって感じですよね。あ、もうそれ上からかぶせちゃえばいいんですね。はい、かぶせて。なんか懐かしい、嬉しい、お母さんにこれかけてはかけてかけて、もう寝るよ、なんかもう寝る時間やで。これ懐かしいな。で俺ね、ここね、こういう風にやってもらうの好きやな。わかる。ここまであるの。お母さんね、ここ大事ですよね。そうなんです、お母さんね、ね、そこね、肩ラインね、風入っちゃうから。そこがね。お母さんここ押してくれんだよな。押してくれんだよな。懐かしい。ここな。こうやってやってくれ。あ、嬉しい。嬉しい。めっちゃいい、お母さん。懐かしい。で、その上にもう一個ブランケットを。わら。超あったかいじゃん。そうなんです。これがまたね。こんな。これかけるだけですか。はい。ちょっと八木さんやってあげていいですか。お願いします。かけてかけてかけて。これまでかけてかけて。はい。めっちゃ良くないですか。どうですか。かけてかけて。あ、かけてかけてかけて、ママなんだよこれ、なんだこれ、寝てそう、二人目黒、メガネ曇らせて何やってんだよ。ママって子供ってこれ好きだよね。そうなんですよ、やられるのね、この上に。これでもさ、こんなあったかいのに下にさ、電気なんかもういらなくない。いやでもでもやっぱ違う、いや、そこやば、そこがやっぱ熱が、そこがやっぱね、下が冷たいもんね、そこがやっぱ冷たいです。確かに今こう立ってると足冷たいもんな、うん、でこのブランケットがまたあのウールでできてまして、うん、汚れにくいし、うん、こう焚き火の夜の時間はこれをあのくるまって焚き火したりとかもできて、うんね、完璧やん。もう熱をこうね出さないというか、そうですね、もうくるめられるっていうね。でもさ、まあね、子供をここに寝かつけて、あとは夫婦のなんかこう会話とかが盛り上がりそうだね。焚き火囲んでね、火を見ながら、焚き火とかいいですね。そう、ほんまに喧嘩とか減りましたもんね、焚き火とかやるようになってから、そういう感じで寝床です。すごいわ、これはいい、うん、この流れでリビングやっちゃいます。はい、小木さんも大満足の寝床が完成。続いてリビング作りを行うそうです。お、なんか可愛い、これです。何これまた可愛い。これ多分あのおぎやはぎさん知ってると思うんですけど、すごい椅子っていう椅子覚えてます。すごい椅子覚えてないよ。え、本当ですか。ごめんね。俺たち何これやったことあるの。これね、 YouTube で多分やってはると思うんですけど、番組でやったことある。あんだ、はい、ローチェアもできるし、ハイチェアにもなる、ハイスタイルにもなる。あ、めっちゃいいじゃん。あ、はいはい、これほどいてもらって、うん、ナスがままに。ナスがままだよね、ほんとこれね。そうなんですよね、今のほんますごいですよ。わかるよ。もうこうやって行きたい方に行かせられるんだな。え、そうなの。もうこのわがままに付き合わせる。行きたい方に、ほら、もう行きたいよって。行きたい方に勝手に行ってくれるので。ね、ほら、こうさしてって言ってるから。あ、こっちがもういろいろやんない方がいい。もうさしてってほら。さしてって言ってる。全然。もうここ。椅子の声を聞いてもらって。ここ入れてって言ってるでしょ。はい、入れて。言ってるでしょ。言ってるね。こうね。椅子のまま、あれなんだ。あ、こっちだ。ボイス。すごいっす。あ、めっちゃ早い。そっか、この
はい、これがハイスタイルで、これ確かにダイアン津田がいたら絶対ゴイスって、ゴイスゴイスゴイゴイスっすか、言うよね。本当だ、ね、これちょっと自分たちっぽいですねって言いそう、言いそうだよなあいつ、言いそう、腹立つな。すごいすごい、あ、めっちゃ簡単、簡単。そうなんですよ、ローチェアやったら結構子供と同じ目線で、多分このハイスタイルに子供座れせようと思ったら、はい、ちょっと前にパタンってこけたりとか。あ、そうなの、子供とそんなちっちゃいの。これハイなんですか。それはハイですね。ほんとこういうのって座り心地いいよね。いいですね。ああ、いいですね、いいね。なんか人通りなんか仕事終えた感じのね。ちょっと皆さん袋が散らばってますけども、これどうすんの、これをね、折、うん、ってもらって、はい、折るの、うん、なんか後ろね、入れられるの、ここわかります、あ、ポケット、はい、ここに入れたら、うん、少し枕っぽく、あー、なるほどね、よく考えられてるね、これは本当にすごいです。ほっこりしてて、ゴイゴイスーだね、ゴイゴイスーです、ゴイゴイスー、ゴイゴイスじゃ、ゴイゴイスーの椅子です、これは。あー、なるほど、ちょっと浅く座んないといけないけど、あー、いいな、黒をここに入れるのね、枕なうっていいな、あー、こうやってね考えるよね、最近の人って。これ、まあ、私のがロースタイルなんですけど、これもまたゆったりと、こうこれ、こんなぐらいローだったら子供とか2歳ぐらいでも、こりゃいい、いいよね、いいっすね、いや、いいや、いいわ、やっぱ椅子って絶対ええの持っといた方がいいね、座り心地で全然キャンプの良さって変わってきますからね、めっちゃいいですね、いいわ、気持ちいいぜ。これもすげえあったけーしさ、今ポッケンずっと 手入れながら、忘れてた、カイロタイム、カイロタイム、うん、ずっとこう手のっけると、このカイロいい、子供の前でこう入れてんのもちょっとかっこつきますよね、かっこいいね確かに思い出になりますよ ね、おとんやってたなみたいな、そう、お父さんがいつも持ってたから、でもこのお父さんがいつもこのカイロにオイル入れてたなって思い出さ、すごいおじいちゃんっぽくない古いよな、確かにもう本当に、ね、令和じゃないよな、確かに俺たちのおじいちゃんがやってたっぽいエピソードだよね、ただやっぱヒカキンに見えちゃうんだよな、いいでしょ、出した時だな、ヒカキンが出したやつだっぽいもんな、これいいでしょ、それでもいいじゃないですか、もうでちょっとリビングなので、うん、テーブルも入れましょうか、あ、テーブルね、はい、これも何回か多分、これはね、はいはい、これはそう、ね、簡単なのよ、簡単だけ だけどやったことない調肉はちょっと難しいかもしれない、はい、これユニフレームの、これいいよね、はい、焚き火テーブルです、これはね、本当にね、これは本当あれなのよ、結局ですよ、分からないのよ、これ開けてもらって、よいしょ、あれ、こうだ、で、これがこうやって、こうね、こうやりがちなんですけど、こうなんですよね、こうね、こうなんですね、そうなんだよ、はい、で、ここで、ここで締めるんだよね、ここで締める、すごいよね、この考えた人、こうですか、これすごいですよね、お、持ってるでしょ、あえな、持ってない、持ってたんちゃいます、持ったんじゃろ、いや、だいたいわかりますよ、これもうやったことあるのに大丈夫ですか、これそこなんで、そこからが引っ掛け問題なの、な、引っ掛け問題、実はほんまにおじいちゃんみたいになってこれ引っ掛け問題だ、これ引っ掛け問題だから、そっか引っ掛けてる、そう、引っ掛け問題なんで、こうなってっから、で、ここにこれはこうはまるから、はい、ね、あ、そうです、そうです、そう行けました、これすごいっすね、そう、すごいっすはこっちなんですけど、ゴイゴイっすね、そう、ゴイゴイっす、なんかちょっと一回こうやんないと、こっちに、え、ちょっとなんか入れてから、今日こうだろ、こうだろ、はいはい、ゴイゴイスゴイスゴイゴイスゴイゴイス、いいですね、なんかやってる感じの4人って感じですね、今そうね、なんか、うん、ベテラン感出てる、ね、慣れてるよね、慣れてる感じが出てます、はい、じゃあちょっとコーヒーでも飲みます、ね、飲む、素晴らしい、コーヒーそんなに喜んでくれ、コーヒーだよ、コーヒーじゃん、普通だって、はい、早く出せコーヒーバカ早くやれよ、なんなんすかそれ、沸かせバカ野郎、早くしろよちょっと先に沸かしとかねんだよちょっと打ち解けてきましたね、そうだね、そろそろグッピー3を取んないとね、はい、グッピーだね、もうで、これ電源サイトなんで、もうティファールで、あー、そっか、なるほど、
行っちゃいますよ。ティファールの結局それ最強だよな。早いもんね。早いよね。早いよ。でこれでやりますね。それ何？このコーヒーブリューはインスタントじゃなくて、このここにお湯を入れて注ぐと、もうすぐコーヒーが出来上がる。そうなんだ。意味がわかんない。よし、超かっこいいじゃん。こっから注ぐんだよ。おしゃれじゃないですか。おしゃれ。ちょっとその前になんか足元、うん、多分ちょっと寒くなってきたと思うので。すごくない？なんかやっぱこういう時にめちゃくちゃ寒かったよそんなですか？いつ行ってくれるのかと思って。本当ですか？お任せっきりだから俺ら。でもやっぱさ、お母さんキャンパーいいね。お母さんいい。常に俺たちを子供だと思ってくれるんだな。そうそう。あんたら寒いやろほら落ち着く、落ち着く。すぐ甘えたくなっちゃうんだよ。落ち着くよ。だからここになんか手厚いんだよ。よいしょ。そっか、特に年下の旦那捕まえてっから余計そうなんだろうななんか母性本能が。そう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 。そういうことか。ブランケットがあるので、これをちょっとさっきも言ったんですけど、さっき引いたやつなんですけど、かけてあげてよ。ちょっと引いて俺にやってちょっとなんでかけてあげないんだよやってよ。もうちょっと待って。あ、言っちゃった。ちょっとやってやってテーブルなんてどうでもいいんだよ引いて俺にやってちょっとなんでかけてあげないんだよやってよ。もうちょっと待って。あ、言っちゃった。テーブルなんてどうでもいいんだよテーブル買ってもよいしょ。すっぽりね、大人でもすっぽりかぶれるからね。足が寒い。足寒い。あんたもちょっと足ちゃんとし。はい、これでこれでこうかな。あったかい。どうですか？あったかい。あったかい。どこでやるのおかしいだろう。これすごい、やっぱ懐かしいんだ。もう足の、これ本当にいつものこれ大好きだったんだよ、はい。お母さんやってもらうの、はい、こう足にやっていけばいいの？足に、はい、こういう感じで、はい、足でもあのすっぽりかぶってもらっても、あ、こう、はい、でこれちょっと汚れもつきにくいので、うん、はい、気にせず。あ、いいですね。はい、自分でいい感じでやってください。あ、冬のキャンプでこうやって毛布にくるまってんの、なんか、なんか楽しいな、ね、楽しいし、今までなかった。ブランケットなんですけど、こう焚き火の火の粉も防いでくれて。え、あんまさって燃えないようになってんだ。燃えにくい素材って感じで、はい、あと一般的なものよりあのリーズナブルなんですよね。これ、はい、こういうちょっとええ生地じゃないですか。リーズナブルって俺ちょっとよくわかんないんだけど、金額がいくらぐらいなのこれが。じゃあ多分ほんまやったら多分4万ぐらいするんですよ。あ、そうなの？多分それはすんだ。このウール素材で。だけどウールだからね。ウールで、だから4万ぐらいするんですけど、これもうちょっと安く2万円とか。はあ、だから安い。安い。安いのね。1個スイッチ入れてんじゃないですか。グイッと。でもほんまに安いなって思うのは何年も使えると思います。ああ、なるほど。はい。だからそういうの流行ってるじゃないですか。なんか、まあまあそうね、お気に入りを何年も使うみたいな。っていうね、あの、それもエコだしね。エコです。確かに、ね。SDGs だろ。SDGs 確かにね。何年も使うんだよ。もうデザインもずっと使えるデザインです。そうですよね。これなんか男子でも女子でもいいですし。今って大体ポリエステルとかなんだよな。安い。これ一生使うよ。そうですよね。こうやってウールってないんだ。俺だからこれとこのカイロをさ、死んだ時にはあの棺桶に入れてもらうから。そうこうしているうちに。お湯が沸いたようです。そこにお湯入れて、はい、お湯を入れます。多分ちょっともうすげえいい匂いするもん、もうコーヒーの。これなんか苦さっていうか、こうマイルドか。あ、なるほどね。こういう線も入ってるので、量次第で、はい、マイルド。濃いめがいい。濃いめですか？やっぱね、薄めでいいやアメリカ。何の迷いがあったんですか？まあ、やいが最近コーヒー覚えたからね。え、そうなんですか？そうなんですか？最近でもないよ、もう5年ぐらい経ってるよ。お子ちゃまだからコーヒー5年でもだいぶ遅いですね。でもね、遅いですね。今50歳だから45だからね。45でコーヒー始めた。5年前だよって言ってましたけど遅いっすよバカにしやがってよ俺45でちゃんと始めてきたから遅いんですね。遅いんだよな。ちょっとマイルドぐらいにしといて、こっちは。なるほど、タイプを変えるわけね。はい、俺こういうので行っちゃおうかな。こういうので行きます。そう、俺もう12から始めてるからコーヒー早っ。 12? 12よ。もう受験中1から。だってその時砂糖とかミルク入れてんだろ、どうせ。
砂糖は入れる。砂糖入れるよ。ブラックじゃないですね。見ろ。俺だって最初からブラックだから、ね。事故だろ。あ、俺。いやブラックは俺だってもう18とか20歳ぐらいだよ多分。ブラックは。20歳ブラック？20歳ブラックだよ俺も。すげえ。俺30からですね。30ぐらいからブラックですね。あ、そう。ちょっと遅いな。やっぱ30ブラックね。言わねえよ。俺4号ブラックだから。遅いんだよ。だせな。コーヒーの香りがしてきましたよ。ね、いい匂いですよね。マイルドコーヒー。マイルド。はい。あ、じゃあ私そうします。はい。じゃあマイルドいきます。そう、グレーのが俺のやつ。あ、そうなんですか。すいません、じゃあこれで。はい、ありがとうございます。マイルドコーヒーです。ありがとうございます。お待たせしました。いただきます。いやー、コーヒータイムはいいね。ストロング。ストロングです。ストロングいきます。いいですね。じゃあいただきます。いいよ。どうぞ。コーヒーなんてあったらさ、コーヒーの時間があれば本当にいいよ。これは美味しい。また外だから美味しかでしょ。美味しい。ちゃんと美味しいね。うん。うん、あー、うまいうまい。そこで作って即席で作った感じしない。に2杯分いくかいかないかぐらい。いかないか。これでも薄かったらいくと思うんですけど。ワイルドって言うけど深みがあるよちゃんと。確かに。じゃ相当深いんじゃないですか。そっちは相当深いと思うよ。どうもっと置いとかなあかんかったかもしれないです。なんか色的にはそんなに苦そうじゃないですか。結構ちゃんとこちらですか、ね、これこれそう、はい、しっかりしてますね。しっかりしてるよ、はい、わあ落ち着く。めっちゃ美味しい。うん、香りがすごい。うまい。あれないの。あ、確かに、ね、あ、これ高級のやつっぽい。あの酸味があって、ね、そう深い。深いですか。すごい深い。なんかあの救命用ベストがないと溺れちゃいそうなぐらい全然そっちの深さ深い深い。やばい。ベストないとこれ乗っちゃいけないやつだよ。え、これお昼ご飯は何食べるんですか。昼食。お昼ご飯は、ま、基本やっぱ夜を週にしたいので、うん、もう軽めがいいかなと思いまして。いいよ、軽めでいいよ。なのでちょっとソーセージを焚き火で焼きましょう。いいね。やりたい。やりましょう。だって絶対うめえじゃん。今回はここまで。次回、大人も子供も楽しめる焚き火ソーセージ。だって温めないとさすげえ、料理人だ料理人その塩であんまやんないけどね、その。さらにグッピーさんから3人にあるお願いが。洗い物行ってほしいんですけど。ふざけんなよ洗い物なんだよ。いやめちゃくちゃ汚れてる。何先輩に対して洗い物行けだよ仲良しグループキャンプに亀裂が入る。あいつ寝てない。それが大阪のやり方なのかお前